はい、給付金の本質ね、まあ吉谷さんの言う通りのところは大きいです。みんながみんな稼げれば給付金なんて全然いらないし、みんながみんな稼げれば税収も上がっていきますよね。でもそうならないから、まあ、この政府っていうものがね、予算をああでもないこうでもないと考えなければいけないし、国債発行もしなければいけないんですよね。みんなが同じ高い水準での能力を持ってればいいんですけども、残念ながらそうではないところに、まあ、お互い様っていうのがいるんですよね。ある人は体力的に優れている、ある人はお金を稼ぐのは得意、ある人は人を笑わせるのが、まあ、すごくね長けているとかね、さまざまな特徴があって、一人で全部の特徴を持っている人はいないんですよね。まあ、そんなところで例えば地震が起きたら、その後の、まあ、復興需要っていうのがあるんですよね。要するにビルが倒れました、道路が壊れました、そしたらそういったものがれきを処理して修理して元通りにしなければならないから、仕事が生まれて、そこには所得ってものが膨らんでいく、需要が共通するわけですね。まあ、けど怪我をしてしまったら、基本的には回復のためまで、回復の途中で稼ぐことはなかなかできませんから、まあいわゆる消費者になる一方ですよね。医療費とか食料とか宿泊とかお世話になってばっかりなんですよ。まあそういうこともありますんで、何に対して自分は備えているのかとかね、何に対してだったら自分は乗り越えていけるのかというところがみんな違いますからね。で、学校教育に関しましては、なんかその商売で勝っていくとかね、お金を稼げるような教育は確かにないんですよ。あの、従順に人の言うことを聞いてみんなと同じことができる能力がつくということなんですよね。で、教わったことを暗記したら点数が高くなって、オリジナリティあふれる回答はそこには求められないんですよ。マークシートになったら特にそうですよね。マークシートって答えが最初から指定されていて、そうじゃないプラスアルファの発想はいらないよっていうことなんですよね。まあ、そうなってくると、学校教育ってのはどんなに満点を取ろうが、世の中では満点でも不合格ってことが山ほどありますから、その逆に0点でも合格ってことが結構あるんですよね。まあ、そう考えるとね、給付金というものはもう時代遅れなんだろうなと思います。給付金ではなくて別の形を取らなければならなくて、まあ、例えばね、まあ怪我をした方はそれは治療しなければなりませんけども、お金を払ってこのお金で治療してねというよりも、まあ、ダイレクトにそういう人を収容する設備を作って、そこにまあ一定期間収容したりとかってことになるんじゃないですかね。なんかね、すごく不思議なことなんですけども、でも納得できることは、その全国国民一律給付っていうじゃないですか。でもこの目的っていうのは、コロナ禍で所得がやっぱ落ちちゃった人、特に飲食店とか時短要請っていうね、政府の要請によって直接的に商売するなって言われてるわけですよ。で、商売をしなければ、酒類を提供しなければ当然売り上げ立たないんで、それを専門業としてる人はきついですよね。もちろんそれができなくなったら急遽別のビジネスを発動させるっていう発想はあるんですけども、でもね、やっぱり自分が全身全霊をかけて余力もないぐらい打ち込んでいた飲食店とか、まあ、酒類提供っていうものがね、いきなり何の予告もなく、はいダメって言われたわけですから、別の能力に振り返ることってやっぱり相当難しいと思うんですよ。で、そうなった時に、その人たちに、まあ、あなたたちに我慢してもらって、今回の災害とかで、ダメージを受けてるから、この給付でなんとかやりきってくださいっていう給付金はあるんですが、そうなるとね、すごく不思議なことが起きるんですよ。公務員の皆さんは特に給料減らないんですよね。生活保護の方も給料が減りません。給料じゃないけど所得減りませんよね、支給額が。ということは、生活保護の方はじめ、公務員の方はじめ、給付金を配らなくても全然構わない人がいるはずなのに、なぜか全国国民一律給付じゃないと不公平っていう形が出ます。あくまで下駄を履かせる人と履かせない人が共存しての公平とか平等ってもんだと思うんですよね。例えばね、身長が150センチの人がいます、180センチの人がいます。同じ条件にするために30センチの下駄を履かして、こう同じ身長にするとしたら、こっちの人が何も下駄履かしてもらってないから、私は30センチのものがもらえないんですかと。平等にするなら、公平にするなら、同じように30センチを配るべきじゃないですかって主張があるんですけども、これはちょっと違うんですよ。条件を揃えるための平等公平だとしたら、下駄を履かせなくても180ある人、下駄を履かせたら180で対等になると、この条件を作ることが平等論であり公平論ですからね。そうなってくると、給付金をみんなに出せばいいと思うんじゃないと。特に今回の災害で、あなた所得落ちました、営業の制限を受けました、
受けてませんっていうんだったらあなたにはあげられませんよねっていうのが皆を平等に扱ったっていう理屈なんですよね、うん、でね吉田さん、みんなが稼いればいいっていうのは確かにそうなんで、それじゃ終わるんですけども、うん、やっぱりね稼ぐのが苦手な人っているんですよね。例えば世の中が資本主義経済でお金で測られてるならいいですけども、足の速い人から順番に生活が豊かになる、貧しくなるっていうふうに決められたら、やっぱり高齢者ほど貧しい暮らしになっちゃいますよね。たまたま今お金によって測られてるから、いろんな能力があるんだけども、たまたまお金がないっていうだけの人が結構ねひどい目に遭っちゃってますけども、そもそもなんかお金で全てを計算することできないと思うんですよね。ただやっぱり共通項を求めようと思ったら、お金ってものが最もシンプルで、うん、たくさんの人から大勢の人から見て、うん、透明性があると、うん、まあ平等公平に見えるということで選ばれてるんじゃないですかね。なんかね、そのお金に関しても今お金がない人と将来的には金持ちになる人とって、やっぱりこう時系列が私たちは見れないですから、今この瞬間しか見えないですから、それこそね4次元のパワーがある人は、この A さんは今は借金があるけども3年後にはもう資産1億円以上築いてむちゃくちゃ金持ちになるから、今のうちに友達になっておいた方がいいよとか、今のうちに恩を売っといた方がいいよっていうふうなことができればいいんですけども、やっぱり私たちはね現時点で金がなければちょっと信用できないなと思っちゃいますし、現時点でダメな人だったらずっとダメな人なんじゃないかなと思いますけども、人には過去も未来もありますからね。そうなってくると、今稼げない人でも来年からむちゃくちゃ稼げるようになると思うんですよ。でそのきっかけが給付金の30万とか50万っていうスタートのお金だとしたら、給付金を出すことによってね稼げない人が稼げるように転嫁する可能性は上がると思うんですよ。ということなんで、私は給付金もっともっと出してもいいんじゃないかなと思いますし、自分には大きく資産を増やす予定もないし、そんな能力もないと自己判断するんだったら給付金を断ることもできるかなと、逆に給付金をもらうという選択もできるかなと思いますね。うん、まあなんかね給付金もね、でも書類の書き方が得意な人がもらえて不得意な人がもらえないっていうオチがありますからね、うん、だから自力で給付金っていうことにするには、自分でお金がどうしても払いたくないようなコンテンツを作ればいいのかなっていうところにやっぱり返ってきちゃいますね、やっぱりね、うん、いやでもねなかなか難しいですよ。みんなが同じ条件にはならないですから、やっぱ誰かが割を食う仕組みが資本主義経済ですからね。本当に平等や公平を求めるなら共産国家になるしかないんですよ。国に全部管理してもらって、ビタ一文狂わないように A さんも B さんも C さんも、でそれでいいのかってことですよ。今度は競争が尊重されない世界ですから、誰よりもこうだとかね、あの人よりそうだっていうのはもう言葉すらなくなるみたいなところがあるんじゃないですかね。はい、私の給付金の見解としては、まあ、大したことは言えなかったんですけども、まあ上げてもいいんじゃないかなと思いますよ。欲しい人には、欲しい人には上げればいいんじゃないですかね。どうせ財源なんて国債発行なんですから、誰かが税金をあんまり払わないから給付ができないっていう理屈はないですからね。誰も税金払わなくても予算執行はできる、国債発行ってのはそういうもんですからね。じゃあ今日は国債発行の真実ということでお伝えしました。 MMT